それダメでしょそれ今ねアメリカでは議論が進んできてもうね人権人権って言って多様性多様性ってやったけども認めすぎちゃって現にレイプ事件とか訴訟問題とか山ほど起きてアメリカではどうなってるかというと性教育で LGBT だから通常の男女 LGBT それぞれ対等に時間を使って教えないといけないらしいんですねそうすると何が起きてるかというと男同士の性交渉はどうするかっていうのを子供たちに教えるんですよ女同士の場合こういう道具を使いますとかそう ういうことまで平等に教えるってなってるんですよそれダメでしょそれ男同士はこうやってとかそれ中学生に教えるんですよ今アメリカでそれやってんだからアメリカの一部の州では中学の学校教育に lgbt は持ち込まないっていう州法まで作った州が出てきてるからだからね行き過ぎた多様性の議論からいろいろ問題が起きすぎてちょっとやりすぎだから戻ろうってなっているのがアメリカなんですねだって俺女だからって 女子便所とか女風呂入って強姦しまくった男とかいるわけですからそれは女の子からしたらですねいきなりそんな全裸の男がふわー入ってきて「俺女だから」って言われたらお風呂行けないっすよこれ。